土井氏は、日本の聖師の一つ。著名なのは、土井都市活に始まる江戸時代の大名一族である。以下これにつき詳述する。土井一族初赤字土井氏は、江戸時代に、徳川幕府に提出した資料によれば、聖は源氏土岐氏の所流とされ、土岐五郎工場の次男、土井孫太郎帝親から始まり、潮屋、貞秀と続き、途中負傷ながら戦国期に、都市主義、都市政、 都市活へとつながる。これは、当時家計を命流に求めるのが常であったので、真偽は疑わしい。土井氏の直接の子祖である、土井都市活も、出生と育ちが複雑である。徳川家康の母、お台の方の実刑、水野信元の諸子として、天正元年に浜松で生まれ、後に土井都市政の養子になったとされ、家康の母方の重帝であった。ただし異説もあり、 利政の娘に産ませた、家康の隠し子で、水野信元の養子となり、後に、信元が、敵方の秋山信友と内通した容疑で、織田信長の命を受けた、家康の家臣、平岩近義に殺されると、利政の養子にされたとも言われる。養父である、土井利政は、神三郎、または、早乙女小左衛門と称し、家康に仕えて、 慶長3年9月11日に没した。都市勝は、早くから家康と秀忠の近くで使え、慶長7年12月28日下宇佐尾美川一万国を与えられ、その後二万国に加造。慶長15年1月に下宇佐桜三万二千国、官営10年4月7日に下宇佐古川十六万国となった。幕府内でも順調に出世し、 慶長15年8月3日9月には、老中、官営15年11月7日には大老に就任する。昇法元年7月10日に、都市活が没すると、その医療は4人の子に分与された。さらに、都市高没後も分与があった。以下にその家系を示す。なお、都市活の血筋は、男系が断絶、女系は、三戸徳川家など多くの大名家に血脈を伝えている。 そ家らしく、幕角の重心を排出した。都市勝の大老は、別格として、二代都市高が若年より、八代理里が京都諸子代、十代都市厚と十一代リが老中となった。維新後、死者区に列する。歳勝しもうさふるか十六万国。都市高都市勝の子。文様しもうさふるかは十三万五千国。都市重都市高の子。 文様、下宇佐古川十万国。利休、年重の弟。下宇佐古川十万国没後女風。利益、年重の弟。下宇佐古川七万国最高島飛ば七万国。非善唐津七万国。理事、利益の子。非善唐津七万国。利述理直系三大力吉の子。非善唐津七万国。利悟り、述べ弟。 比善唐津七万国、下佐古川七万国。李美、小牛松平の利、優の子。下佐古川七万国。年安桜井松平忠明の子。家造により、下佐子が八万国。李都永慶子大、利市の子。下佐子が八万国。李通坂井正の子。下佐子が八万国。利通高道高の子。下佐子が八万国。 李、与え、年則の,の子。下佐子が八万国廃藩。早くから歳勝の血統が断絶し、養子相続が続いた。二代李が、自社奉行。十一代李前が、自社奉行と、陸軍奉行を務めている。維新後、死者に列する。歳長、歳勝の子。歳高より、下付国内一万国分与。 年高の子、年重より一万国分よ、三河西尾二万三千国。李、稲葉正則の子。三河西尾二万三千国。李、伊佐尾三浦瓶次の子。三河西尾二万三千国。年のぶり王の子。三河西尾二万三千国。三河狩谷二万三千国。年のり立隆村の子。三河狩谷二万三千国。李聖、年のりの子。三河狩谷二万三千国。 年明理星の弟、三河狩矢二万三千国。利盛理星の弟、三河狩矢二万三千国。年行りの子、三河狩矢二万三千国。理由堀田た忠功の子、三河狩矢二万三千国。利前、井上聖保の子、三河狩矢二万三千国。理教武部星、厚子の子、三河狩矢二万三千国。 ただなお藤井松平ただし方の子。三河狩りや二万三千国廃藩。初代李坊は、兄の年長より優遇が目立ち、国高も多く、老中も務めている。七代年たは、藩政改革、財政再建を行い、藩公明林館を設立して、洋学を奨励、藩経営の商店、王の矢の設立や、江戸地開拓に興味を持ったことで有名。維新後、 死者に列する。李某都市勝の子。都高より、下付国内一万国分よ。都高の子と主より一万国分よ。越前王の四万国。立義某の子。越前王の四万国。李広市立の子。越前王の四万国。都市利田官の子。越前王の四万国。利義井直行の子。越前王の四万国。李吉直の子。 久瀬弘明の子、越前王の四万国。利忠利義の子、越前王の四万国。利久氏利忠利の子、越前王の四万国廃藩。利直利勝の子、利高より下宇佐国内五千国分与。利高の子利重より五千国分与され、下宇佐大林一万国。利吉利坊の子。 相続が年なの子一学でないのは筋違いとして五千国に現地。以降旗本として存続。力吉利吉の子。利益、利隆の子。兄利重より、日立下宇佐国内一万国分よ。後下宇佐小賀藩相続小賀戸池藩霊。一実践は、実施、転戦は要紙。二系図の出典元は、完成へ治む所家府。李 リトール利通る、年則、年友の出典は、三河土池判例。一実戦は、実施、転戦は要し。二系図の出典元は、完成へ収む諸課夫。年行き、理由、理前、理教、忠直の出典は、越前土池判例。一実戦は、実施、転戦は要し。二系図の出典元は、完成へ収む諸課夫。利器、年忠だ、 リ久氏の出典は、大林土池判例。一実戦は、実施、転戦は用紙。二系図の出典元は、完成へ治む初家府。土石発祥の地は、三河国か方郡、土井村と言われ、現在の愛知県岡崎市土井町倉屋敷の八代口、司社に、土石一族発石寺という石碑がある。ありがとうございます。